月岡義都市、英明二十八周区のうち、稲田久蔵新助ズムザンへは、江戸時代末期から明治時代にかけて描かれた浮世絵の様式の一つである。英明二十八周区、東金浮世公団、先駆け大百戦章の三つが代表的作例。その多くは、芝居の中の殺しの現場などをテーマとしており、家中に、血液、 結婚などをことさらに色鮮やかに描いているため、血みどろえ、残国へ、また、無残へとも表記される。無残へは、幕末から明治初年にかけて、当該時期における、不穏な時代世相を背景に制作された。作品数は、多くないが、いずれも、歌川国芳門下の落合義し行と、その、弟弟子の月岡義しによって制作されている。 最も観光の早い作品は、慶応2年から慶応3年に反抗された、英明28集句であり、これは、全28枚の揃い物で、吉幾、吉利が、各14枚ずつ担当した共作である。この作品は、国吉による、高想主練期待のな人に描かれた芝居小屋の中の、血みどろを参考にしており、これに触発されて制作された。当時は、 このような見せ物が流行っていたのであった。多くの主題を、例えば、東海道四ツ谷階段や、夏祭りなにわ館などの幕末の芝居に取材しているが、それにもかかわらず奇妙なリアリティを漂わせているのが、特徴である。人物の奏亡や、人体表現は国吉以来の武者への方に、のっとっているが、狂気の包丁に刻まれた銘や、光沢を見せぬめぬめとした質感すら感じさせる地。 あるいは、血液の必要な描写が極めて印象的である。とりわけ、吉都氏は、血のりの漢字を出すために、絵の具ににかを使用している。すべての作品が、血がしたたる生産なもので、後の彼の発病を予感させる二色絵である。この血みどろな残酷シーンは、後の母親戦争、上野戦争の直後、弟子の朝日に年慶を連れて、将棋隊の死体を実験して描いたと言われる。 先駆け大百戦章に表現された詩のエクスタシーへと結実してゆく。英明二十八州句以外の無残絵はすべて吉都氏が描いており、慶応三年半校の東金浮予行団、明治元年から明治二年半校の先駆け大百戦章が挙げられる。東金浮予行団のタイトル、公団は公団にかけており、歌舞伎狂言に取材している。総数二十七図とされ、 尺文は、金がきろ文。このシリーズでも、国吉以来の武者への表現を継承しているが、血は高も衣装のように描かれている。また、幕末期時期の浮世絵作品としては珍しく、暗誘の意識が薄く、隠されたテーマがあまり見出せないのが特徴である。月岡義俊、先駆け大百戦章のうち、堺急造図。 先駆け大百戦将の題名は、海大百戦争の頃合わせになっており、1、先駆け祭が百人の僧帽を選んで大すという意味を表している。歴史上の武将の名をそれと分かるように変えて描いた、武者絵のシリーズで上半身の人物を一図に一人ずつ収めた、肖像画である。現在65点が確認されている。主題の大部分は、戦国時代の人物だが、図柄から、 明らかに、上の戦争を題材に描いている。背景は暗色に覆われ、ほぼ無背景なのが特徴である。人物造形には、国吉の聖中義肖像の影響が指摘されている。従来、無残絵は、吉都市の独占上と言われてきたジャンルであり、英明28州区における地の手形の品用から、この絵師の知恵の思考を読み取る向きもある。しかし、明治に入ってからの、 先駆け0百戦章においては、地が描かれているのは三分の一に過ぎず、ある種の静かな死の様が冷静に描かれている。これは、吉都氏の孫娘によって語られた逸話である、将棋隊の戦場跡をスケッチに赴いたという、吉都氏の経験と無縁ではないと思われる。これら無残への存在は、浮世絵が常に時代に敏感であったことの証と考えるのが妥当であると言える。 このような無残絵は、閉鎖的で流動しない、太平の世にあぐみ、理想的な美を追う反面、刺激的な悪や衆を見るといった時代の繁栄であり、また、人間の相真相心理にも根ざしていると考えられる。そういう点においても、浮世絵師たちは、御用絵師、仮の花戸といった本絵師がうかがい知ることも、また考えもしなかった、血みどろ絵、ブラッティシーンなどの人間の深いドロドロとした、 ところにまで踏み込んでいったのであると言える。幅広い吉都市の作品群の中でも、無残絵は、芥川龍之介、谷崎潤一郎、三島由紀夫、江戸川乱歩らの近現代作家の創作活動に、強烈な刺激を与えたと言われる。ありがとうございます。